岡崎美穂ハピネストーク皆さんこんにちは岡崎美穂ですえー、私は声優アーティストとして活動しておりまして十一月三日にはセカンドシングルペタルズをリリースしますイエーイもういつの間にかね発売まで一ヶ月1マンス 来ているということでドキドキワクワクソワソワですけれども、えー、そしてハピネストーク今回で12回目、えー、この番組では私岡崎美穂のアーティスト葛藤の裏側についてですね毎週いろいろとお話しさせていただいておりますということでそれでは早速始めていきましょう岡崎美穂ハピネストーク はい、改めまして、岡崎美穂です。はい、今回はね、前回も予告させててか、前回の予告からさ、ごめんね、あの、ボカロの話が熱すぎて、あの、前回はあの、あの、あの、えっと、ペタルズのこと言うからねみたいな感じで言っちゃったんですけど、改めましてね、前回予告させていただきました、えー、公開中のペタルズの MV のね、お話をさせていただきたいと思いますが、皆さん見てくださってますか ?MV どうですか 最高じゃない私あの「ハピネス」の MV も最高じゃないって思ってたんですけどペタルズも最高じゃないあの同じ監督さんにね作っていただいたんですけどやっぱりねこう「ハピネス」 をあの経てか私のなんだろう見せ方というかこうしたらお見方がよく映るのではみたいなことをすごくきっとね考えてくださってカットとかもいろいろ工夫して撮ってくださって本当に愛を感じますよ、ね、あの質問にね今回の映像の見どころはって書いてるんですけど。 ああのの見どころが多すすぎるんですよあのハピネスの時もそうだったんですけどあのワンルームで今回のペタルズは撮ってるじゃないですかだけどあのワンルームってあんなにいろんなシーンが撮れるんだって私は感動してだってまず最初ベッドからこう起き上がるところから始まるじゃないですかあー違う違う違うその前にあれだパペットパペットパペットそうパペットあのキンクリンね 私なの手。左手かな右手かなちょっと忘れたけど、多分右手だったかなちょっと自信ないけど、あれは私ですっていうアイデンティティをここに残しておきます。<laughs> はーい。で、始まって。で、まあ、もう見どころたくさんあるな。まあでも、まずはダンスかな。ダンス頑張りました。 えー、ハピネスの時も踊りましたけどペタルズもねあのそうそうそうあのハピネスの時はつぼみから花が咲くのをこう両手でね表現してたダンスだったんですけどペタルズはあの「OK」っていうあのいわゆる「OK」っていう人差し指と親指で丸を作ってわかるよねみんな「OK」あるじゃん。あれを尖らすと「OK」の丸の部分を花びらっぽくなりませんっていう。 そういうことだったんですよ、あれ。すごくない先生、すごくないダンスの。もう感動したもん。私、あの、振り入れの時も、あの、ハピネスの時よりも覚えが早いみたいなことを言ってくださって、私は嬉しかったですよ。そしてね。 衣装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 あの前回はハピネスイエローのねかわいいドレスであのドレスも大好きなんですけど今回はねまたちょっと違ってまあアーシャからジャケシャからもうね服の色味でちょっとみんなあのなんとなく予想してたと思うんですけどピピンンククででししたたねいのどうあのまあねもちろん黄色いおみほは皆さんに受け止めていただきたいんですけどピンクおみほの感想とかも聞きたいですよね。 とか、これから何からのお美穂みほ見たいみたいな、そういうのとかもね、ちょっと YouTube とか Twitter でみんな教えてほしいなって思うんですけど、衣装がすっごい可愛かったからさ、で、髪型もツインテールでしょもうテンション上がってダンスさせていただきました。あとは、あの、ワンルームがさ、いろいろあって、自由に動いてくださいだったので、ベッドに腰掛けたり、あと、まあね、ティディベアみたいなものが、みたいなもの。 なんんんかベアちゃんがいたんですよ触ったり、まあ、実際に使われてるか分かんないけどメイキングとかか残ってんのかなもし映ってたらそのベ,ベアちゃんとかとかも触れ合ったしあと窓がね奥にあの設置されてたので窓の方を見たりとか歌詞に合わせてねフリーであそこら辺はダンスしててサビになると定位置にこうついてあの <laughs> ダンスをするっていうそういう撮り方でした。 でもさ途中からさ風船降ってきたじゃないですかあの映像で見ると最高なんですけど私超ドキドキしててあの時あの要は私はカメラで皆さんを見てるわけですよだから下を見れないじゃないですかで風船も風船だからあのストンって落ちないじゃないですかふわ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 で着地するからどこに着地するか分かんないじゃないですか 私割っちゃうんじゃないかなとか、あとヒールなんでこけちゃうんじゃないかなとか、めちゃめちゃ不安だったけど、それを出したらダメだって。もうね、2回目なんで、ペタルズは。もう MV 撮影。だから、こう、恐れ、恐れを顔に出さずに、あの、ダンスシーン撮ってたんですけど、ちゃんとね、スタッフさんが上からね、風船を振らして、またあれもね、あの、寄りだったり引きだったりで何カットも撮っていただいたんで、回収しては、 ね、フラしていただいてすごいんですよ。M.V. 撮影って本当にね、もうえあのもう本当にすごいんです。もうぜひあのメイキングを見ていただきたいですね。素晴らしかったです。はい。あとそうカラーペーパーさあれすごくない？あれ合成じゃないんですよ。そこもいいですよね。あのだから合成じゃないっていうのをわかるために M.V. でもあのちょっと触ったり手で掴んだりして実はほら。 私ここいるんだよっていうのを、ね、あの表現したりしてました。いやー、個人的に見どころいっぱいあるなー。あとあれ、ランニングマシーンだ。 ランニンンニグマシーン最初普通に街をさ歩いてると思うじゃないですかだって背景が青空だからだけど引きになると家の中だったんかいっていうあれもあのねペタルズの 1K の中っていうところにねつながってくる実はお部屋だったんだっていう。 でもねお部屋の中でもいろんな妄想もできますしいろんな楽しいこともできるしなんか作品に寄り添ったあの MV になっているかなと思ってるんですけどなんか偶然にもご時世にも寄り添ったおうち時間みたいなのも私個人的に感じていてなんかいろんなおうちでの楽しみ方とかもいいなとか思ったしこんな家住みたいなとかこんな部屋いいなとかそんなこと考えながらあの終始楽しいね撮影をさせていただきました。 印象に残ったエピソードあればって書いてるんですけど、もうね、パペットよ。<laughs> あの、最初のオープニングのパペットで分かったんですけど、あれ、私、最後に撮ったんですよ。だいぶ最後の方に撮ったんですけど、あの、ちょっとの、ほんと数秒じゃないですか。あれだけでめちゃめちゃ手が疲れたんですね。それを鑑みてください。あの、他の、キンクリン含めた、 もうミミズクちゃんとかねキツネちゃんとかいろんな子たちスタッフさんすげえと思ったしあの <laughs> あのね本当に汗と涙は流してたかわかんないけどもすごかったですよだから終わった後にもう「はあ」っていうネガティブじゃないですよもう体力の「はあ」っていう声が聞こえてきて「皆さん本当ありがとうございます」ってでも。 MV 撮影ってさほらあの時間に限りがあるじゃないですかスタジオとかのねだからもう監督とかも必死であのあのダンスが一応あったんですよパペットさんたちにもだから「神神しもしも、ま」「神手しも手」のね「神神しもしもぐる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 」って言いながら撮影してて私もそれで面白すぎてもうあのいわゆる可愛い笑顔じゃなくてもう目がなくなる本当になんかもうガチの笑いのもう MV に 見てくださったらわかると思うんですけどそうなっちゃってるんですよ <laughs> でも見返してみたらなんかパジャマでアホ毛立ってて笑って あのキンクリン含めみんなと笑ってるあのシーン個人的には結構かなり好きなシーンになりましたいや改めて思い出ですしねパジャマ着て寝て起きてのシーンもねあの最終的にはあのさ最後の方だったんですよねダンスとかいろいろ踊って撮った後だったので本当に眠くたくてほとんど寝ながらやってましたなのであのレアなね映像にもなっているかと思います。はいといととうことであ,あとしょ そう今日放送のジャヒー様をくじけないよりですねエンディング主題歌がペタルズになるとのことですわもう改めて本当に初めてのタイアップの放送が楽しみだなみんなぜひぜひね記念すべき日なので見てくださいはいということであのね今回も皆さんにいただいた質問に答えていきたいと思いますじゃーんえっ、ー、とツイッターでいただきましたゆのじちゃんかなユノジちゃんかなありがとうございますみほちゃんこんばんはこんばんは質問コーナー的な 待ってました本当ありがとう美穂、えー、ちゃんの好きなまたはよく行く、えー、洋服のブランドが気になります、えー、ツイッターに上げている写真の私服がどれも可愛いものばかりで良ければ参考にさせていただきたいですよろしくお願いします 嬉しいわー。いやー、おしゃれすごい好きで、お洋服も含め、アクセサリーとかネイルとか、あの、コスメとかも、あのー、ヘアメイクさんがいらっしゃるのに、私はめちゃめちゃ持参するので、毎回荷物が多い女性声優なんですけど、えっ、ー、とね、よく買う洋服のブランドさんですよね。アクシーズファムさん大好きですね。あのー、 よく着てると思います <laughs> あのお乙女だけどシックなあの世界観がすごく好きです。あと何かねなんかフォルムがすごい綺麗に見える気がしてて私の体型に合ってるのかめちゃめちゃ好きで。 ワンピースがとにかく好きなので、アクシーズファームさんよく行きますね。あとは、フィントさんも最近行き出しました。はい、すごく可愛くて、ああいう女の子になりたいなっていう思いも込めて、フィントさんのお洋服はたまにチャレンジしています。あとはね、アンクルージュさん。アンクルージュさんは、いわゆるその、なんていうの、女の子、女の子。あの、人気な量産型女子っていう可愛いファッションあるじゃないですか、スタイル。私も 憧れててああいう女の子になりたたかったんですよだからなってる無理やりなろうとしてるっていうのでアンクルージュさんもよく着てます最近はねなかなか着てないんですけど去年おととしあたりはめちゃめちゃアンクルージュさんの服多分着てたと思いますよ。うんあそうだあとジュエティさんか。 のブランドもすごい好きでジュエティさんはねあの今3つアクシーズさんとフィントさんとアンクルージュさん紹介した中では一番スタイリッシュな感じのイメージのお洋服なんですけどあのなんでかっていうと似合いそうだねっておしゃれな子に言ってもらってジュエティさんで買って袋を持ってお仕事に行ってたんですよ。 そしたら、あの、事務所の先輩の松岡義嗣さんのスタイリストさんにお会いして、そしたら、あの、ジュエティじゃんって言われて、あ、買ってみたんです、初めてって言ったら、うん、似合いそうって言われて、 プロが言うなら間違いねえと思ったんで、あのね、まあ、他にもね、素敵な洋服のブランドさんいろいろあると思うんで、勉強していきたいなと思ってますけど、今、好きなブランドはこんな感じです。いやー、こういう話女の子とできるの嬉しいな。男性の皆さんもね、おみほそうなんだって気持ちで聞いてください。はい、ということで、ここでお時間が来てしまいました。次回もお楽しみに。岡崎美穂、ハピネストーク。 お送りしてまいりました。岡崎美穂ハピネストーク第12回の配信もまもなくお別れのお時間です。えー、ここからはお知らせ。岡崎美穂ファーストシングル、ハピネスが発売中です。そしてさらに、セカンドシングルのペタルズも11月3日に発売。えー、表題曲は私も魔王役として出演しています。テレビアニメ、ジャヒー様、くじけないエンディング主題歌になっております。嬉しい。えー、こちらもね、ぜひぜひお楽しみに。本日からということなんでね、お楽しみに。はい、えー、もう告知事項はね、まだまだ まだ盛りだくさんなので、詳細は岡崎美穂オフィシャルサイトまたは Twitter 等々でチェックしてみてください。ということでいやさやっぱみんなからの質問に答えるの楽しいのよだからさテンション上がってうるさくなっちゃうよねごめんねでもあのそんな私でもよければもっと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 聞きたいこととか些細なことでいいんだよなんか。 でもいいんだマジで <laughs> だから募集中ですよろしくお願いしますということでそれではまた次回お会いしましょうまったねー岡崎美穂セカンドシングルテレビアニメ「ジャヒー様はくじけない」第2クールエンディング主題歌「ペタルス」 11月3日発売